く来た。こんばんは、あんにょーん、あんにゃしみ。ね、充電しながらやらないと。よいしょよいしょ。あ、そうです、明日の明日の夜オールナイトニッポンに千織さんとまこさんと出していただきます。イエーイ、オールナイトニッポンマジ楽しみ。しかも会いたいなと思ってた2人だから。なんかわいい、だってやったー、ライアンだよー、かわいいライアン、いい子いい子。これマジ便利じゃない、これね、これにもうね、このこれについてるんですけど、眠くて顔隠したいじゃん、だいたい寝てるとき、こうやってこうやって寝れるので、ここにマスクしてイヤホンしたらもう最強だよ。カップリング曲が知りたい、明日ですよ、明日。明日カップリング曲が公開されます。どんな歌なんでしょうか。この前レックしてきたけど楽しかったですよ。明日暑いろ、明日初披露、おちょな。どうしよう、なじゃないか、なでいいのかな。明日公演後なんです。明日公演後、そう、ハロウィン公演後にすぐオールナイトニッポンです。楽しみ、マジで。ライアンメイク、ライアンメイクはむずいやろ。明日何のメイクだろうか、マジで決めてない、どうしよう本当に。衣装に合わないんだよな。この前のさ、あれやりたいなと思うんだけど、衣装に合わないからちょっと迷っている。そう、いや、明日は絶対公演見た方がいいと思います。当たんなかったっていう人も DMM とかで、アンコール前も楽しいだろうし。これやばくね、ここにね、ね、人生初ニキビ、2度目だから初じゃねえな。千織さんから今 LINE 来て笑っちゃったよ。
ほんとちおりさん大好きマジで。もうほんとおもろいもん。もうちおりさん大好きすぎる。あ、ダニエル玉川、Thank you very much。 昨日もくれたダニエル、Thank you。 もうちおりさんの LINE が面白すぎて。ダニエルタワーカムサムニータカムサム You are welcome ノイピ。おー見てここにニキビができたの。嬉しい、ニキビができたの嬉しいって言うとさ、おかしいよって言われるんだよ。大人になった証拠だから嬉しいです。まだ2回目2回目です。ちおりさんのスタンプマジでいいよね。あれ買う予定です私も。すごい LINE のちおりさんスタンプ。すごいですね本当に。あれ欲しいなマジで。今日は今日はあれです、レッスン、あ、自主練に行って。聞いて、今日ねレンジで温めてたんですよ食べ物。そしたら温めすぎちゃってもうプシューって焦げてプシューってなってて、え、もう家臭すぎてやばい、焦げ臭い。もうね、なんか匂いすんなみたいな。最初はいい匂いだなって思ってたの。そう、そしたらだんだん、ん、ちょっと臭いかもみたいな。でレンジ見に行ったらもうレンジの中がシュワーってなってて、なんだなんだなんだと思って止めたら、止めて開けた瞬間もう煙がポワー上に上がってって、やばいやばいこれじゃあ火災のやつがついちゃうと思って急いで換気して。でもマジでずっと換気扇回してるけどくっせえし、それで窓も開けてドアも開けて換気したんだけど、もう全然匂いが抜けない。マジでくっせえ。びっくりしたよね本当に。あ、あとね、リップシンク NGT48 にね参加してくださってる方すごくありがとうございます。全部ノエピーあ、ノエノイエ団の人のやつはすごくいい匂いしてるんですけど、やっぱ日本のね参加者さんが少ないなと思うので、皆さんぜひ参加してください。そうでね、今してくださってる方はちゃんと見に行って
ハッシュタグノエイダンとかノイエダンとかノエピーたいって書いてくれてる人にはいいねをつけてるし、そうノエのために皆さんお願いします。恥ずかしいとかないよ、もう恥ずかしいとかないです。交換条件ですよこれは。だってここでもうノエショールームでさ皆さんに向けて顔を出してさ、スピンでもね、なのに皆さんは私たちには顔を見せることができないんですか。そんなのはずるいでしょ。そんなのずるいでしょ。だから皆さんハッシュタグリップシンク NGT48 にちゃんと参加してください。自分たちだけが私たちを見るんじゃなくて、私たちも皆さんを見たいので、本当にこれもうそういう問題じゃないとかそういうのじゃないから、本当に私の気持ちはそうだから、わかりましたか。わかりましたか。需要あるよそりゃ。もうこれかわいいかっこいい若い若くないとかもうマジで関係ないから、言っちゃうともう関係ないよこれ。顔に問題あるからできないとかもう本当にそれはただの逃げです。本当に、じゃあ顔が可愛くなければ顔がかっこよくなければテレビに映っちゃいけないんですか。そんなこともありません。わかりますか、言いたいことが。皆さんはそうやって恥ずかしさを感じないように逃げて生きてるな。そうだ、みんな逃げてる、逃げていいのか。そんなことないです。本当に可愛いから写っていい、かっこいいから写っていい、かっこよくないから写っちゃダメ、可愛くないから写っちゃダメ、そんなことはありません。ただ自分の心に手を置いて、はいみんな聞いてみて、自分の心に、あれ俺が、私が恥ずかしさをなくせば投稿できるんじゃないか。じゃあ逆にね言いますよ、他の人がリップシンク NGT48 の動画をインスタとかに上げてました、それでうえーってなりますか。だって皆さんいい大人でしょ。しかも私はまだ19だけどなりません。嬉しくなります。私は協力してくれる人がいるんだなって。だから恥ずかしいっていうのはないから。私はこんなに太りました、こんなに太ってブスだって言われます。でも人前に立つこと恥ずかしいとかないです。ほらのえちゃんのために恥ずかしさを捨てたって、それこそ愛です。最後に愛は勝つ。なので皆さん本当にこれはお願いです、ハッシュタグリップシンク NGT48 協力してください。これでね反響が良くったらいろんなところに行ったりできるかもしれないじゃないですか。まあ海外でもあるだろうし、日本内でもさいろんなところに会いに行ったりだとかしたら皆さんに会いに行ける回数が増えるんですよ。誰が損するの、得しかないじゃん。ということで皆さんハッシュタグリップシンク NGT48
よろしくお願いします。分かった人、分かった人、特に特に日本の方ね、韓国の方とか外国の方は結構頑張ってくれてますよ。日本の方ね、恥ずかしいことではありません。これは分かった？はい、やります。愛してる。分かった人、やってくれますね。約束ですよ。約束してほしい。絶対に約束です。じゃないともうね、私もね考えますよ。これはショールームももうラジオにしますからね。こうやってずっとこうやってやって話しますよ。いいんですか、いいんですか。もうテレビとかに映ったとしてもカメラがこっち向いたらこうやってこうやってやりますよ。いいんですか。ダメでしょ。じゃあ皆さん、ハッシュタグリップシンク NGT48 絶対に協力してください。協力してくれた人こそが私への愛がたくさんあると私は思います。もう終わっちゃうじゃん。あ、ダニエルさんはカムサンニータ。